こんにちは、山本ファミリーあゆみママです。梅ちゃんです。はい、本日はね、こんな感じのところからお送りしておりますが、聞こえるでしょうか。はい、今ですね、よいしょ、こちらですね、サンポートに、サンポートに来ております。はい、動画を回してタイミングが悪かったはい、噴水広場の方でね、遊んでおります。はい、定期的にね、こんな感じでね、噴水が出るんですけど、はるくんだいぶ楽しそうに遊んでいますね。はい、はるくん何がいるの。パン、パン。はい、あとちょっとやで、あ、めっちゃ落ちたよ。はい、ありがとう。はい、あんな感じでね、定期的に帰ってきてパンをもらいに来ます。はい、今日はね、オープニングの感じで梅ちゃんと2人で子育てについてちょっとお話ししようかなと思います。私のね、勝手な主観なので、ぜひぜひ興味がある方はね、来ていただければなと、聞いていただければ、最後まで見ていただければなと。うわ思います。それではレッツゴー。はい、先ほど5分ぐらい喋ったんですけど、すべて撮れていませんでした。山本ファミリーあゆみです。はい、ですね、今日は子育てについてお話ししようかなと思っております。で、まず何から喋ろうかなっていう感じなんですけど、なんか子育てって言ってもなんかすごい、いろいろいろんな人のね、一つ一つ、なんだろう、考え方が違うので、その人その人で、いや、こんな風に言ってるけどこれは違うんじゃないとかっていうのも違う気がして、まあその家庭家庭でね、そのなんだろう、私の家だったら山本ファミリーだったらこうちゃんと2人でこんな風にしたいねとか、こんな風にしてあげたいねだったりとかって話し合いすると思うので、話し合いというか、まあ日々話す内容になってくるので、なんか別にそんなに難しく考えなくてもいいのかなと思ったり、まあ世間いろいろな人がいるから、なんか、あ、こんな風な考え方なんだなっていう風に感じてもらえればなと、大丈夫？思いますね。梅ちゃん、こっちがいいの？はい、でね、私のモットーとしていることは、なんだろう、その日が楽しく終われるように日々毎日頑張る、頑張りもしないけど、まあ、楽しさを頑張るみたいな感じかな。楽しむことを頑張るっていう感じで子育てをしてて、子供といるからこんなにしなきゃいけないとか、子供のためにこんなことしなきゃいけないとかっていうのは私の中ではなくって、まあしつけっていうか、しつけというか、なんだろう、危ないことは危ないって教えてあげるし、これはすごいことだから一緒に共感したいだったりとか、そういうのはあるんですけど、これは絶対やっちゃダメっていうのは山本家の中ではもうほとんどなくって、まあ刃物があったら触ったらダメとか、物は投げちゃダメとか、そういうなんか基本的な当たり前のことは、まあ教えてあげるんですけど、もうなんか、なんだろう、
初めて挑戦することを止めないっていうのは大事なことかなと思って、まあ体験させてあげることって大事かなとすっごい数年思ってます。水遊びすることにしても、まず自分で触ってごらんとか、これこんな風になるんだすごいねとか、なんか気づかせてあげるっていう手助けをする感じが、まあ今できてるかどうかわかんないけど、まあ、そういう風にしてあげたら子供が自分で何かを探す力も伸びてくるんじゃないかなっていう風に思っています。で、私より多分子育てするのはこうちゃんの方が、パパの方が全然上手で、なんか危ないことを教えるにも、なんだろう、語彙力がまだまだ私は低くって、これはしちゃダメ、でもなんでしたらいけないんだろうっていう説明を子供にするのが難しくって、なんだろう、これは何々だからしちゃダメとか、ダメっていう言葉があんまりなんかこうちゃんの中では出てこないかな、まあ、本当にダメなことはダメで、なんだろう、気づかしてダメなことを気づかせてあげるのが上手っていうので、すごい私はこうちゃんのことをすごい尊敬しています。なんだろう、なんか子供の目線に立って話するのがすごい上手で、もうなんか一週間一緒に過ごしてる中で怒ることがほとんどないんじゃないかなっていう感じで、私はもうなんかもう家事してて梅ちゃん見てて、はるくん見てて、これをこうしたいのに、ああしたいのにって時々なるんですけど、なんかってなるこのキャパ、まあもともと子供がいるからそんな予定通りに行くはずがないっていう風な念頭はあるんだけど、やっぱりはいはいはい、なんかそういうのが頭で分かってても行動に移せないっていうのがあって、やっぱり怒らずに教育子育てするっていうのは難しいかなとつくづく感じています。いやもうなんだろう、まあ、まず大事にしてるのは最初はやらせてみる、何に対してもやらせてみるで、なんだろう、水遊びにしてもここまでしたら、自分はここまでしたら危ないんだっていうのを自分で気づかせてあげる、だからもう本当になんて言ったらいいんだろう、溺れそうなぐらいほっとくっていうのじゃなくて、一緒になんか最初はここ水触ってみるとか、足つけて体つけて、はるくんどこまでできるかなみたいな、梅ちゃんはねまだまだもう見守ってあげないかないけない時期がなんですけど、はるくはねもうほとんど一人でできることが増えてきて、そういう風になんかここまでできるかな、あここはこんな感じだから危なかったねみたいな、じゃあ次どんな風にするみたいな感じで話をしたりとかすると、自分自身でここまでできるできないとかっていうのを区別できるようになってきたので、それはなんかうまくなんか日々声かけできてきたのかなっていう感じですね。でなんか何歳以上のおもちゃは使っちゃダメだよみたいな、危ないからみたいな感じで周りに言われるんですけど、その子その子で遊び方が違うから、なんかまあまずは渡してみる、するとはるくんはこれは何だろう、このおもちゃはどういう風に遊ぶのかなって自分で考える、その遊び方を見て親、私たちもそれと同じように遊んでみるだと、そういう風にしていくとなんかもうやり方が無限大に出てくるから、その子その子で、でまあ年相々にそのおもちゃで遊んでいくと、本当のなんか説明書に書いてるような遊び方が勝手にできるようになったりとか、教えてあげる、少し教えてあげる、手助けしてあげるとなんかできるようになったりっていう感じで、日々日々なんか自分でね学習
してくれてるんだなっていう風に、ああ座るの嫌なのっていう風に感じています。でなんだろうな、やっぱり子供って親のことすごい見てるんだなっていう風に、のみちゃんすごい顔になってるよだなっていう風に思うんですけど、私がくしゃみをヘクシューってしただけで、次のハルくんのくしゃみはもうヘクシューなんですよね。ああもうすごい観察されてるな、すごい吸収力だなっていう。はい、のみちゃん思うので、なんか下手になんか変なことできないなっていう風に思いました。でもそれを吸収できる子供のそのスポンジ力ってすごいな、吸収力もすごいし、改めてなんか自分のこの何にも考えずに生活してる感が見直されて、こっちがすごい教育してもらってるな、子育てさせてもらってるなっていう感じになっています。ねえ海ちゃん、ねえ海ちゃん、ねえ海ちゃん、調理使う海ちゃん、違うんですか、おめでとう。うーん、違うんですか、あ、ちょい？わー、気持ちいい、暑かった、暑かったね。ふみちゃんも水遊びする？うん、しよっか。やっぱりね、水遊びするのもこの月齢だったら早いんじゃないかなとかいろいろあるんですけど、いろんなことに触れさせてあげるっていうのが大事かなと思っておりますね。え小一郎さん、はい、もみちゃん暑いって、うん、お願いします。ちなみに梅ちゃんの着替えはないよ。え、梅ちゃんの着替えはないよ。あ、水着のパンツあるけん、パンツだけ履かす？あ、小一郎さんが言うようにしてくれるでしょう。最初はね、絶対泣くんですよね、梅ち。はるくんの成長を見てると、すごい、わ。なんかわざと梅ちゃんに意地悪するんだけど、梅ちゃんが耐えれるだけの意地悪をするみたいな、なんかもう分かってるところまでするみたいな、危ないことはしないみたいな、自分でね分かるけど、やっぱりちょっとその手加減ができない時があったりとかして、それはまた危ないよって思う。何がいるの？パンもさっき全部食べたよ、はるくんも。それカレーやで、辛いよ。いいの？卵にする？どれがいい？これ？これカレーやで、カレーパン。食べてみる？ノーノーノー、オッケー。ジュースは？はるくん飲み物飲まないの？いる？はい、パン、うおはい、どうぞ。水ははるくんから落ちてます。わわわ、こっち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 、濡れるからこっちにおって、よいしょ、はいどうぞ、はいありがとう、そこにおってくれると助かります。おいしい、うん、おいしいね。はるくんドンって置いたら、ほら泡泡がいっぱい出てるよ、ね、泡がいっぱい出てるね、すごいね。はい、おいしい、はるか、うま、はい、まあ持っとってあげるけん、遊んできたら、うん、はるくんそれ持ってはいけませんよ、はるさん、はくそっち持ってた、バチバチで飲めんくなっちゃうよ。ただいま、はい、おかえり、
これキャップお願いします。はい、もうそろそろ梅ちゃんのおちつタイムですね。なんか話があんまりまとまらなかったけど、この題材ってやっぱり話がまとまるような話じゃないので、まあなんかそんな感じで子育てしてるよっていうのが分かってくれればいいかなと思いました。はい、なんかね、山本ファミリーどんなことしてるの、結構アクティブだけど、なんか子供ついていくのしんどいんじゃないみたいな感じのことがあると思うんですけど、わー、ありがとう、はるくん、ありがとう、 Thank you、 どうも。はい、そんな感じでね、いろいろ感じることはあると思うんですけど、またいろいろお話できればなと思います。それでは、おい、海ちゃんが辛そうなので今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。